ギュスターブ・クロード・エティエンヌ・クルトワは、フランスの画家である、オートイコール・ソール県のピューゼで、肉屋の息子に生まれた。ブズールの私立美術学校に入学し、クルトワの作品は、美術教師に認められて、1869年に、有名な画家、ジャン・レオン・ジェロームに紹介され、パリの国立高等美術学校に入学するように、助言を受けた。同窓の画家、パスカル・ダニン・ブーベと親しくなり、 パリの西にあるヌイ・シュル・セーヌに共同でスタジオを開いた。1875年からフランス芸術家協会展に参加するようになり、1880年代、1890年代はパリで最も成功した肖像画家の一人となった。1891年にバイエルン王国の皇太子ルイト・ポルトから勲章を贈られた。 私立美術学校のグランドショミエール芸術学校やアカデミーコラロッシの教師を務めた。代表的な学生には、ホス、ハリエット・アンブル・ホス、ジョルジュ・デスパーニア、エヴァ・ボニエ、モーリス・プレンダー・ガストラがいる。ありがとうございます。